はい、どうもレイです。だいたいこの時期になるとさ、まあ、アップデ情報の動画が多いよね。そして、今回もアップデ情報です。なんとですね、スプラトゥーン2に、また、新しいサブウェポンが出ました。炭酸ボムだけじゃなかった。うん。でその名前が、トーピードっていうみたいです。これね、ちょっと調べたんですけど、魚雷って意味だった。ちなみにね、このトーピード使ってる動画もあるので、最初にそちら見てください。どうぞ。やばくないですかこれ。自分で相手の方に向かう。まあ、ちょっとロボットボムにね、似たような感じなんだけど、まあ、これのいいところは、爆発した後に、また上からね、まあ、ちっちゃい爆弾みたいなの落ちてくる。てか、ほんと爆弾や、これ。魚雷っていうか、まあ、爆弾って感じだな。で、この新しいサブウェポンが、ウルトラハンコと含まれるのと同じ、次のね、11月7日かな ?11 月7日の、アップデで別注シリーズとして追加されるみたいです。やべえなもうこれロボットボム使う人いなくなっちゃうんじゃないか。次の別注シリーズがウルトラハンコとトーピードをつくから、まあ、また環境変わるし、まあ、これはこれでね面白い。でもナイス生の方がね迫力はあったんですけど、もちろん。でもトーピードすごい面白そう。これガチマッチとかだけじゃなくてさ、鬼ごっことかで鬼ごっことかでトーピード投げまくって逃げるみたいなこともできそう。てかやってみたいですね。ちなみにこのトーピードっていうサブウェポンは攻撃したら相手が投げた場合攻撃して撃ち落とすことが可能なので、まあね、爆弾は多分ちっちゃい爆弾はね飛び散ると思うんだけど、まあ、直撃は避けれると。昔さちっちゃい頃にガンダムのゲームやってたんだけど、ファンネルって言って、まあ、これに似たようなね、ことをしてくる友達がいて、めちゃくちゃ嫌いになってその子。腹立って、自動ってずるいじゃん。で今回もスプラトゥーンを通して、これを使ってくる友達が嫌いになる子供がいると思うんだ。でもね、そのことはね、もう今はね、全然仲いいんですけど、これが原因で喧嘩にならないでほしいな。これ投げるだけでいいからお手軽武器だね。まあ、ロボットボム投げる、もみじシューター使いがいるから、多分ファンネルじゃねえや。トーピード投げまくるね、人出てくるかもしれない。まあ、こんだけなんですけど、スプラトゥーンってアップデでどんどん追加されるからさ、そこが知れないよな。ということで、トーピードの情報でした。またね、違った動画もね、これから上げていくので、そちらもよろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。